あ、どうもどうも、竹明です。チラリ、いや光飛んで何も見えへー、スシローにやってきました。ということで今何かと問題になってる、問題っていうか大変そう、ほんまにかわいそうというあのスシローさんまでやってきました。ということでね、実は私も今、まあ、炎上っていうほどじゃないけど、まあ、ちょっとこういろいろ書かれてることがあるので、まあそういうことをね話しつつ、ちょっとぼっち飯でこうスシローでねちょっといろいろ喋っていこうかなと思います。いやマジで何やったっけ、あれやね、客がむちゃくちゃやったやつやんな、なんか男子高校生かなんかがペロペロ舐めましたやったっけ、それで株価が落ちてるみたいな、もうとんでもない被害を被ってるということなんですけど、メガネがめちゃくちゃ曇ってます。はい、ということで、本日は初めてのスシローぼっち飯、やっぱりスシローってうまくねっていう、はい、本日の検証、やっぱりスシローってうまくねって一人で行ったことないからさ、なんかこう友達とワイワイしてなんか学校終わりとかによく行ってたんよ、回転寿司。だから改めてこう回転寿司のスシローに行ってちょっと味と向き合うじゃないかと、本日の検証そんな感じでございます。はい、じゃあ早速お店の中まで入っていきましょう。竹焼きショー、なんか一人回転寿司すごいいい気分だぞ、楽しい。カウンターもあったけど、ちょっと今回は撮影用にテーブル席立っていただきました。でもさ、今一応そのピークの時間帯ではあるんよ、19時なの。で木曜日やから、まあ平日やけど、席は半分以上空席です。それはその、昨日の先日のニュースが原因なのかな、どうなんやろな。もしそうやとしたらマジでやばくない？とりあえず注文していこう。てかさ、びっくりしたんがさ、回転寿司って代用魚みたいなのがあってさ、代用魚っていうのがまず本物の代わりの魚のことを言うんやけどさ、魚の入手が困難な場合に質感や価格の類似している魚を代わりとすることらしいんだけどさ、例えばそのサーモンがニジマスやったりとか、だから法的にはセーフやねんけどさ、実はさ食べてると思ってたマグロがマグロじゃないけど代用魚やからマグロとして表記していいっていう、なんかそういうルールがあるらしいよね。でも魚は魚やな、うまけりゃよくねって思ったけどね、それ聞いた時に。え、期間限定ウニとトロテッカ高菜巻きめっちゃうまそう。でも580円する。でもこういうのいいね、回転寿司でお高めのもの食べれるっていう。それではいただきます。なんか高級志向ですね、スシローさん。アワビにイクラにウニにエビとか、あとカニとかもあった。めっちゃうまそうじゃない。アワビうまっ。ん？スシローのアワビってこんなうまい？てか改めて何があったの？ちょっともう一回見るわ。他人十文の寿司に舐めた指をこすりつけた。あー、そういう系か。いや、それあかんで。で、なんか YouTuber かなんか服脱ぎ炎上みたいなのもある。どういうことやねん。もういろいろなんか情報量多いね。うわ、でもマジでさ、これってどうしようもなくない？そんなん言い出したらどこの飲食店でもそういうこと起きるよな。いやー、だからもう防ぎようがない。なん、どうしたらいいんやろな、そういうのって。ほんまに俺がなんかこうスシローを経営してるやつみたいになってるとか。いや、ほんまにこうどうしようもないさ、どうしようもないんや。うまっ。うまい。え、でもさ、学生時代マジで俺めっちゃ好きやったんよ、回転寿司。大体友達とさ、学校帰りどこ行くってなった時にさ、俺はビッグドンキーかね、焼肉食べ放題がいいんだ、やっぱ俺ちょっと後ろやみたいな意見がやっぱ多かったよね。そんなのこれスシローいかん、かっぱ寿司でもいいよ、くら寿司はいかが、はま寿司もありません、感じのスタンスやってさ。だから当時から魚介好きっていうのはずっとあったね、根底にね。まあ何しろ帰宅部やったから、俺高校の時帰宅部やったからやることなかったん。寿司行こうぜっつって遊ぼうぜー言うて。なんかでもよく言うやんか今さ、なんかこう大人になったら全然遊べないから学生時代のうちは遊んどいた方がいいぞみたいな。いや、それを決めるのもなんかね、その人次第っていうかさ。俺はこんなこと言ったら他の YouTuber でなんか何も悪いか分からんけどさ、俺はぶっちゃけ動画撮影すごい大変そうだ、旅行バスは乗ってとかって言われるやん。俺でもね、ぶっちゃけ楽しんでるよ、めちゃくちゃ。だからしんどいって感覚がないから、学生時代の俺に言いたい、お前大人になっても遊んでるよって。なんかそれだけさ、未来のさ俺から伝えられたらさ、はあ、ダメな大人になっちまったんだ竹焼きはって思われるからさ、語弊はありそうやけど、そういい意味で遊んでるよっていう。いや、俺これ大好き、アグのエビそう、あと俺言いたいのその炎上、今回のタイトルやん。おー、来た。あ、いや、全然びっくりして、わって思わず見てしまったら、お母さんにごめんなさいって言われた。いや、全然そ、ね、そ、仕方ない、子供は仕方ない。インスタのストーリーには書いてんけどさ、ちゃんと説明しとかなって思って。文字って難しいやん。文字とか LINE って難しくない？彼氏彼女とかでもさ、なんかない？文字って無機質やん。絵文字とか使わんかったことにさ、なんか、え、どうしたんかなって思うやんか。だからね、直接こうやって話した方がいいなって。なんせ俺 YouTuber やから、 YouTube やってるから文字で伝えるより動画で伝えるのが一番でしょ。ってなわけで話していきたいと思う。いや、なんかさ、
新しく出したミュージックビデオでさ、再生回数買ってねとか、お前掲示板になんか書かれてるぞ、再生回数買ってるって言ってみたいな感じのこと書かれてたな。それについてちょっと説明していきたいなと思うんやけど、俺自身がなんでそもそも音楽をやってるかって言ったら、 YouTuber として最初にみんなに名前知ってもらったのは当たり前なの。だからそこの延長線上でミュージシャンになりたいなっていうのが、まあ俺の狙いやねんけどさ、まあ、だから正直な話、音楽は宣伝していくしかないのに、頑張ってやり続けるしかないよ。だから印税生活なんて無理無理無理みたいな、むしろ YouTube のお金を音楽に吸い込んでるみたいな感じではあるよね。ってなった時に一番いいやり方がその広告を打つことなんや。てか広告打てへんかったらみんなに伝われへんやんか。だから俺は再生回数を買ってるっていうか、そのミュージックビデオの広告を回したいのね。裏切られた気分です。どういうことっていう。例えばさ、みんなさ YouTube プレミアム入ってなかったらさ、広告流れるやんか。あれをやってるっていうだけなんよ。あれって言うたらその企業が宣伝するために出してるわけやんか。だからその正規のものなんよ。何が分かんのとか、その例えばさ、街中の看板とかも広告なんよ。お金払ってどこどこで立地がいい場所やったらお金高くて、看板とかさ、テレビ CM とかもそう。だからその理論で言ったら、その世の中の広告全てが悪になるんよ。だから YouTuber やから一番効果あるのは YouTube で広告打つことかなと思って、やったらなんでそんなに言われるんかなっていうので、まあ説明した方が早いやと思って、まあそういう仕組みっていうことよ。だからね、そのなんでそこだけそういう風に言われるんかっていう、まあまあまあ説明したらね、みんなもね、頭のいいリスナーさんたちですから分かるとは思うんですけども、びっくりしてるから、あ、そういうの思われるんだと思って。だからそれ言いましたら、ほとんどのアーティストさんとか、あと YouTuber の方とかも、まあ多分みんな、あえてそれを言ってない人もおるけど、多分みんなが想像してるアーティストさんとか、ほぼほぼ広告回してるよ。なんかリリースされた時にめっちゃいろんなとこで広告こう流れるなって思うやんか。それはすごい会社が予算としてなんぼなんぼつぎ込んでやってることやから、それを俺はやったってだけやから。俺もでもさ、びっくりするほど広告回ってびっくりしちゃってやる。俺もびっくりした。なんか100万再生ポーンっていったからさ、なんかそんな広告出しても、そんなポーンって いくもんじゃないんよ。なんか今2月で広告単価がそもそもすごい安いらしくて、思ったより回ったっていうあれはあるけどね。それでそのコメント欄でさ、詐欺師とかさ、こいつコメント消してるって、そんなコメント来たら消す。せっかく見に来てくれたのにさ、トップにそんなブワーってあったらさ、え、こいつなんなんて思うよ。なんて言ったらいいんやろな。なんか、毛玉ついてるわ。毛玉がついてたらあかんやんみたいな、こうあのコメント欄でみたいな、もうほんまに その感覚。俺は真摯に音楽と YouTube に向き合ってるだけなんだ、みんな。まあ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 、そんな感じのことがありましたよ。みんな見てや、こんな、なんてやつやったかな。京都の本マグロ五貫盛りやって、めっちゃうまそうじゃない。ついに回転寿司でも本マグロが出てくる時代になったから。マジうまいやつやん、大トロ。うん、え、みんなわかるかな、こういうとこのさ、お水ってクソうまくない。俺だけこういうとこのお水めっちゃうまくない。入れ物なんかな。なんかここと一蘭のお水めっちゃ好きやな。え、わかる人だったらちょっとコメントしてや。なんかめっちゃうまくない、ジャンボホタテ。うまい。なんか期間限定ラーメンあるから頼むわ。ハラシビ味噌ラーメンやって、1から2から3からってある。3から頼む。しかも1から2から3からで、あれや、値段が違う。10円ずつ上がっていってる。まあどうすんなら3からで。お、俺この席の色紫色や。ほら紫、一応俺がやってる音楽のイメージカラーですからね、紫色が。誰が欲求不満や、手誰が常に欲求不満や。で、一応さ、俺のさ個人的なイメージカラーって青か、青色か。字幕の今これ出てるじゃないですか、この字幕、これ縁青でしょ。これが俺のイメージカラー。おお、匂いえぐい。匂い何これ、とんでもない色してるってばよ。もう麺にもなんか赤い汁のこの色ついてるやん。なんかちょっと麺すらも辛そう。何より匂いがえぐい。なんか匂っただけでなんか顔熱なってきた。辛い、辛い。あー、でもまあ、うん、チェーン店やからまだギリ、うん、足れる。辛、辛うまいね。
てか俺スシローナウっていうツイートしたんよ。スシローナウって言ってさ、じゃあパトロールですかって来てて、警備お疲れ様ですって。俺悪いやつはいねえか、たけやき警備するから。もともと警備員やから俺何もできてなかったけど、まあ、警備時代はね病院守ってたけど、今はみんなの日々の楽しみ娯楽、まあ、その生活を守ってます。いやでも、ね、一人寿司ありやわ。次カウンター行ってみたいね。いやまあこういうことを機にね、ちょっと頑張ってほしいね。株価えぐるぐらい下がったって言ってたから。うわスシローのさ、ツイートしたって言ってたのか、スシローの本若からいいね来た。ちょっと嬉しい。スシローのツイッター、140万人もフォロワーおんの？すごいな。ハッシュタグスシローを救いたいとかある。たくさんの応援の声をいただきありがとうございます。涙が出るぐらい感謝の気持ちでいっぱいです。いや、俺スシロー大好きやねんから頑張ってくれ。うん。ごちそうさまでした。いっぱい食べました。というわけで改めてごちそうさまでした。今回、まあ、いろいろあったスシローさんに行ってみましたけども、会社の店員さんが話しかけてくれて嬉しかった。今ね埼玉のスシローなんやってる。よくわからんくない？大阪の人間がなぜ埼玉のスシローにおるんかって話だけど、まあたまたまね埼玉来る機会あったから、まあ埼玉のスシローでこっちで食べました。今回の検証結果、スシローはうめえ、うめえもんはうめえ。個人的にラーメンがすげえ好きやったな。僕たちは絶対絶命。